つの惑星を擁するペンタゴナワールドは、絶対的指導者であるオルドナポセイダルの統治下にあった。しかし、長く続いた治世は、腐敗や格差を生み出すこととなり、文明の退化や治安の悪化が深刻になりつつあった。そんなことからも、ペンタゴナワールドの各地で、オルドナポセイダルの治世を良しとしない、反乱軍が蜂起する。ここでは、ジューセンキエルガイムに登場する、主人公、ダバ・マイロードたち以外の、各地の反乱軍勢力を紹介させていただきたい。言ってくれちゃった。あれが噂に聞いていた反乱軍ってやつなのかな。ダバ、降りてこいよ。ああ。ダバ、お前見ずに友達でもいるのか。いや、いないよ。は、おいでおいでしてる。どうする？また変なのに巻き込まれるぞ。でも、お礼は言っとかなくちゃ失礼だろ。リトル星反乱軍。かつては、ポセイダル軍に滅ぼされたヤーマン王朝が大きな勢力を誇っていたミズン星で活動する反乱軍。ダバ・マイロードたち一行が劇中で初めて出会った反乱軍組織である。リーダーは元ミズンの貴族出身であるステラ・コバン。彼は故郷をポセイダル軍に滅ぼされたことでオルドナ・ポセイダルに強い恨みを抱える人物であった。ヤーマン族ではないものの、エルガイムをヤーマン系の技術で作られたヘビーメタルであることを看破するなどの洞察力や知識を持つ。しかし、いかんせん、度量の狭さも目立つ人物で、元貴族ということから、金をばらまくという悪癖も目立った。自由に使ってくれ！なあ、俺も！あんなことは、昔の王朝貴族の悪い癖じゃない。いつか人々の反発を買うな。本拠地であるリトル星をポセイダル軍13人衆のチャイチャー率いる正規軍に襲撃された際に重傷を負ってしまう。ミズン星ではかなりの大勢力を誇る反乱軍を築き上げるも、その後ポセイダル軍に対して反撃に転じた際にリーダーであるステラ・コバンが戦死してしまった。彼の死によってミズン星の反乱軍は瓦解してしまうこととなる。劇中では元コアム貴族の出身であるシェラリーフやリトル星反乱軍のメカニックを務める老人キャボットササなどもリトル星反乱軍のメンバーとして登場。キャボットササはダバ・マイロードがヤーマン族カモン王家の生き残りであることを見抜いた人物。ヤーマン族の存在はオルドナポセイダルから目をつけられ、災いを招くとしてダバ・マイロードを反乱軍から遠ざけようとしていたが、チャイチャーの画策した離反工作によって暗殺された。またダバ・マイロードが持ち込んだエルガイムをもとにその技術を応用してリトル星反乱軍が開発した B 級ヘビーメタルがリザードである。別名コピーエルガイムとも呼ばれ、これまで反乱軍の主力となっていたゴロンゴよりも高性能で、反乱軍の主力機としてペンタゴナワールド全域で生産運用され、劇中の最後まで活躍し続けることとなる。そのため志半ばに指導者であるステラ・コバンを失い、組織は瓦解したものの、リザードを開発したリトル星反乱軍の功績はかなり大きいと言える。資源衛星パラータスター。ペンタゴナワールドの宇宙空間に浮かぶ資源衛星パラータスターはポセイダル軍のボンサースの圧政下で人々は強制労働を強いられていた。そこにダバ・マイロードたちがたまたま立ち寄ったことがきっかけで、労働者たちは立ち上がり決起しパラータスターを解放する。その後パラータスターは反乱軍の拠点の一つとなり、物語終盤、反乱軍によるポセイダル軍の本拠地、ガストガルへの強襲作戦、スターダスト作戦の基地を務めることとなる。ちなみにパラータスターにある B 級ヘビーメタル、グライアは、グライアノーダと呼ばれる、グライアをカスタム化したもので、その性能は、B 級ヘビーメタルの中でも高性能を誇る、バルブドに匹敵するほどだと言われている。当初、機体色は緑色だったが、反乱軍に奪われた後は、黄色に塗装されて運用された。余談だが、
パラータスターで働く労働者の少年アジーンの声優である飛田信夫氏はこの獣戦機エルガイムの放映の翌年、ゼータガンダムの主人公である神井指団の声優へと抜擢されている。もうすぐパラータスターか、懐かしいな。独立したのが昨日のようだぜ。ターナー、ラバ、反乱軍リーダーカモン・マイロード殿、連絡お待ちしておりました。ちょっと殴っちゃって。見たくらいばっかじゃダメなんだぞ。トライデトアル、マレーニキ反乱軍。トライデトアル製のマレーニキ氏を中心に活動する反乱軍。反乱軍の盾役者として英雄と名高いクロソ将軍と呼ばれる人物が率いる。しかし実はダバ・マイロードたちがマレーニキ氏を訪れた際にはすでにクロソ将軍は死亡しており、ダバ・マイロードたちが出会ったクロソ将軍はポセイダル軍13人衆のネーモーハンが送り込んだスパイであった。そのためトライデとあるマレーニキ氏の反乱軍の幹部の一人であったモーブはクロソの正体を知ったため殺されている。しかしダバ・マイロードの誠意、さらには反乱軍の人々の熱意に動かされ、彼は本物のクロソ将軍としてポセイダル軍と戦うことを決意する。しかしその後ポセイダル軍13人衆のネーモーハンの攻撃からダバ・マイロードをかばって命を落とした。またこのマシン、クロソか。そうさ、俺だ。悲しく死ぬより、みんなの前で死ねるんなら、これはこれで捨てた人生じゃないってことさ。トライデとある反乱軍。後にダバ・マイロードたちの参謀を務めることとなるセムージュ・シャトがリーダーを務めるトライデとある製の反乱軍。トライデとあるを訪れたダバ・マイロード一行と出会った際に、彼の活躍と家柄を利用しようとダバ・マイロードを反乱軍の旗頭として迎え入れた。当初セムージュ・シャトはダバ・マイロードを名目上のお飾りとして反乱軍の実権を握ろうと企んでいたが、ダバ・マイロードの人間性や活躍を目の当たりにすることで徐々に彼こそが真の指導者にふさわしいということを認めていくことになる。実は彼は第三勢力のサートスターのフルフラットに通ずるスパイであったが、全てをダバ・マイロードに知られてからはフルフラットとの関係を断ち、ダバ・マイロードに心中している。反乱軍を攪乱するために入り込んだお前が私を撃つのか。セーラ、お前が動かなければ撃たない。なぜ男がいつまでも女の情報担当だけをやっていられるか。ガキどもと命を捨てるのか。命をかけられる男というのはいるものだ。トライデとある反乱軍は元ヤーマン族王朝の血筋を持つダバ・マイロードを旗頭にしたことで、実質的にペンタゴナワールド全域の反乱軍をまとめていく形となった。反乱軍が大勢力となった後は単独行動を取ることの多いダバ・マイロードに代わってセムージュ・シャトが反乱軍をまとめる参謀として活躍した。ちなみに彼はポセイダル政権が瓦解した後、故郷のコアム星に隠棲するダバ・マイロードに代わってペンタゴナワールドの新たな統治者として重責を担うこととなる。トライデとアルにはその他にもいくつかの反乱軍が存在し、セムージュ・シャトが懇意にするニコマコスなる人物が率いる反乱軍もダバ・マイロードたちと劇中で合流している。ガウハレッシー勢力。ポセイダル軍13人衆の一人であったガウハレッシーがダバ・マイロードの人間性に惚れ込み、ポセイダル軍を離脱。ダバ・マイロードたちと行動を共にするようになるも、ダバ・マイロードたちのやり方では打倒ポセイダルはかなわないことを悟り、彼らの元を離れた。寄らないで。もう子供の喧嘩みたいな戦争ごっこなんかに付き合ってらんないのよ。こんなことじゃステラと同じよ。それでもいいって言うの？レッシー、私たちの戦いが成功したことがあって、いつも逃げることしかできないじゃない。その後武器商人のアマンダラ・カマンダラの力を借りて独自の勢力を築き上げ、ダバ・マイロードたち反乱軍へと合流する。
ダバ・マイロードたちと合流してからは、表立って活躍することは少なくなり、ダバ・マイロードたちを側面から支援するような立場となった。機関は戦艦ホエールで、艦長はルコマイト。ガウハレッシーがダバ・マイロードと一定の距離を置いていたため、ダバ・マイロードとの交信の際は、彼が代わって行うことが多かった。その後、ガウハレッシーは最終決戦においてオルドナポセーダルことミアンク・ハウアッシャーをラキシスの心臓へと導くという重要な役目を担うこととなる。これらの勢力たちとダバ・マイロードは出会い、まとめ上げ力を蓄えることで、ゆくゆくは打倒ポセーダル政権を成し遂げることとなる。ポセーダルは死んだ。一気にギュアザと決着をつける。やった。聞いたか諸君、我らはリーダーカモン・マイロードはポセイダルを倒したぞ。ここらギワザ艦隊を指導し、ユッタオラに自由を取り戻したぞ。カモンがポセイダルを倒したのか。カモン・マイロードがいる限り反乱軍は勝てるぞ。以上がペンタゴナワールドで活動する反乱軍勢力の詳細である。チャンネル登録と高評価をしていただけると幸いです。